恐怖を覚えたのは次の夜からだった。いつも眠ると朝まで起きないのに、その日はどこからかノックの音がして夜中に目が覚めた。まだ眠たいので構わずに目を閉じていたら、コンとひときわ大きな音。少しイラッとして目を開けると、暗い室内で時計の針だけがぼんやり光っていた。蛍光塗料が塗られたそれは3時前くらいを指している。あたりを見回すと真横からコンコン、それはベッドの真横にある窓の外から聞こえてきていた。背中がヒヤリとする。私の部屋は2階にあるし、窓の下に足場もないから人間じゃない。ふと幽霊的なものが外から窓をノックしていたらどうしようと嫌なことを考えてしまった。でも今は夏だ。何か大きな虫が窓に体当たりしているだけかもしれない。そうは思ってもカーテンを開けるのが怖かった。まともに幽霊らしきものを見たのはあの花火大会が初めてだし、それすらもよく覚えていない。今までそんな感じだったんだから、これからも幽霊を目撃する可能性は低いと思いたい。だいたい行きたくて心霊スポットに行ったわけじゃないんだし、たたられる覚えもない。でも万が一窓の向こうに嫌なものが見えたら、それが虫じゃないことが確定してしまったら、コンコンと音はずっと続いている。私はそっとベッドを抜け出し、壁にある部屋の電気のスイッチを押した。つかない。ぶわっと嫌な汗をかいた。カチッ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 と何度も何度もスイッチを押すが反応がない。パニックになりそうになって昨夜のことを思い出す。単に電球が切れただけだ。他の部屋の電気ならつくかもしれない。だがこの状況でドアを開けて真正面にあるトイレを見るのが怖かった。階段にトイレはつきものだ。しかもこの前のトイレに出るという逆さづりの女が頭に浮かんでしまって余計嫌だ。いくらなんでも自宅のトイレには出ないことくらい分かってはいるが、怖いものは怖い。かといって窓のそばのベッドで寝直す度胸もない。かなり迷い、ためらった挙句にドアノブに手をかけた。廊下は真っ暗だが、すぐそばに両親や姉のいる部屋がある。姉のところで一緒に眠らせてもらおう。そう思っていたのにドアは開かなかった。私の部屋に鍵はついていない。立て付けが悪いわけでもない。ドアノブが動かないのだ。それも奇妙な感触がする。力加減によって動く範囲が違う。軽く手をかけただけだとピクリともしないが、思いっきり力を込めると一瞬ドアノブが動いて、その後すぐに戻されるのだ。まるで誰かが外からドアノブを押さえているみたいで気持ち悪い。もう泣きそうだった。大声で助けを呼ぼうか。でも夜中だし、緊急事態ということで。いや、でも大声を出したら逆に窓やドアの外にいる何かからリアクションがあって怖いかもしれない。どうしようもなく私は壁を背に座り込んだ。窓には鍵がかかっているが、ドアから入ってこられたら怖いので、ドアの前には椅子を置いた。やがて外が明るくなり、新聞配達の音が響いてくる。気がつくと窓の音は消えていた。恐る恐る電気のスイッチを押す。普通に電気がついた。電球も切れていないらしく、十分明るく点滅するような様子もない。椅子をどかして部屋のドアノブに手をかけると、今度はちゃんと開いた。もう大丈夫だ。肩の力を抜いて部屋のカーテンを開ける。窓はすすだか土だか得体の知れない茶色いもので汚れていた。それから姉のベッドに潜り込んで眠り、昼ごろ高橋さんに昨夜の出来事をメールした。水とか線香とかお供えした方がいいのかな。明かりがみんな黒焦げに見えたと言っていたのと、あれからずっと異様に喉が渇くのは何か関係があるかもしれないと思ったからだ。窓についていた茶色い汚れも気になる。
火事か何かで亡くなった人たちがついてきているのではというのは考えすぎだろうか。高橋さんからの返信は、仮に水が欲しくてたまらない100人がいたとして、そのうち1人だけに水をあげたらどうなると思う？一生そういうのと付き合いたいなら別だけど、そうじゃないなら何もしない方がいい。全部ただの気のせいだと思え。とのことだったのでお供えはやめておいた。夜は姉に事情を話し、一緒に寝させてもらうつもりでいたのだが、今日から友達とキャンプ行くからグッドラック、そんな一言で白状者は午後にいなくなってしまった。こうなったらお母さんとと思ったものの、中学生になってまで母親と一緒に寝るのはいかがなものか。結局廊下で熱そうに伸びていた愛猫チャロを拉致してリビングに居座った。虎模様のオス、おデブだが誰にでも愛想のいい可愛いやつである。念のため自分の部屋とリビングの窓には塩を持ってある。あられもない格好で眠るチャロを横目に、私は安心してコメディードラマを見た。深夜の 2,3 時が怖いと感じるようになっていたので、早く寝るつもりだったのだが、夏休みで少し体内時計が狂っていて寝つけず、そのまま2時を過ぎてしまった。軽く緊張しつつチャロの腹を撫でる。こちらの心境などお構いなしに笑うドラマの俳優の声と時計の音だけが室内に響いている。何も起きない。一応3時を過ぎてから眠ろうかとうとうとしていた時、唐突にテレビの電源が切れた。もちろんリモコンには触っていない。10歩くらい離れたテーブルに置いていたリモコンを取ってスイッチを押す。テレビがついたが、リモコンをテーブルに戻した途端にまた消えた。だんだん背中がゾワゾワしてくる。電源のついていないテレビの真っ暗なブラウン管に幽霊が映っていたなんて階段でよく聞く話だ。やだ、絶対見たくない。リモコンから電池を抜き、直接テレビをつける。今度は消えなかったが、にゃんと床で万歳して転がっていたチャロがリビングの窓に向かって泣いた。この猫が家の外へ遊びに行くのは日常茶飯事だが、泣くのは珍しい。外へ出してほしいときは無言で足に体をすり寄せるか、人の手に自分の鼻をタッチしてくる。そういうふうに教えていた。チャロはじっと窓の外を見つめている。今夜は一人じゃないしと勇気を出してカーテンをめくるが、そこには何もない。墨を塗ったような暗闇にうっすらと外の景色が映っているだけだ。チャロを抱き寄せ、テレビをつけたまま毛布をかぶった。暑かったせいかチャロはすぐ床に逃げたが、それから奇妙なことは起こらなかった。そう思っていたが、朝目を覚ますと母が青ざめた顔つきでベランダに塩をまいていた。ベランダはリビングの窓を開けてすぐのところにある。何してんの？問うと母がそそくさと中へ入ってくる。チャロを外に出そうとして窓を開けたら、一瞬ベランダに黒い影がいたの。あ、やっぱりいたんだ。彼女には家庭教師に霊感があるらしいことも、我が家で怪奇現象が起こっていることも知らせていない。けれど母は幽霊を見るのが嫌で毎晩電気をつけて寝るほどで、過去にも何度か幽霊を目撃したり予知夢らしいものを見たりしていたので納得した。その晩は怖いことは起こらず、翌日の夕方に高橋さんが授業にやってきた。どうだった？私の部屋に入るなり面白がるように問う。ちょっと焦った。数日間の冷や汗体験を話すと、少しつまらなそうというか拍子抜けしたような顔をした。ひなはほんと見えないんだな。一度ヤバめの心霊スポット行ってみるか。見えるようになるかもよ。絶対行かない。そもそも見たくない。速攻でお断りすると彼はおもむろに席を立ち、椅子の後ろに回って背もたれを片手で掴んだ。何？
背もたれがヒナの肩な。この前来た時こんな感じで黒焦げの骸骨がヒナを掴んでたわけで、それをもう一つの手でバシッと振り払う。こんな風にしたから怒って微妙な出来事を起こすようになったと。そういえば花火大会に行った日の翌日は大丈夫だったような。あと昨日も平気だったけれど。高橋さんが笑った。お盆が終わったからな、もう何もないと思う。本当にしばらくはそうだった。私には霊感持ちっぽい知り合いが数人いる。そのうちの一人、クラスメートの戸和さんは他人の守護霊が見えると評判で、軽い占いや霊視もできるらしく、クラスメート以外にもいろんな人が彼女に頼んでいる姿をたまに見かける。私も他の子たちのように守護霊を見てもらいたかったけれど、仲良くもないのにそんなミーハーな頼み事をしたら嫌われそうで頼んだことはない。ある日、学校の休み時間にクラスの女子だけでカラオケに行こうという話になった。友達が行くので私も行くと答え、近くにいた戸和さんはどうするか尋ねると、私忙しいから行かない。愛想よく笑って彼女は言い切る。霊感があるというと暗い感じの子を想像しがちだが、戸和さんは高橋さんみたいに明るくて社交的なタイプの子だ。態度もサバサバキビキビしていて、野球かサッカー部あたりのマネージャーにいそうなイメージがある。オカルト関係の話題も自分から積極的に語ることはせず、知っている人から問われた時は正直に答えている。ひけらかさないが隠しもしない。そんな彼女のスタンスが密かに好きだった。そっか、残念。行かない方がいいよ。小声でささやかれてぎょっとする。なんで？ナオミちゃんが行くから。ナオミちゃんはクラスのリーダーみたいな子だ。私はまだ話したことがなく、好きでも嫌いでもない。嫌いなの？こちらも小声でこそっと問う。苦手かな。それきり彼女はさっと立ち上がってトイレに行ってしまった。